こんにちは。今回はコミュニティが、エシさんを引退へ、についてです。少し悲しいニュースですが、こういった一例を共有することで、将来起こったかもしれない、何かを予防できれば、と思い、動画にさせていただきました。今回の件でのご感想、ご意見は、ぜひコメントで教えてくださいね。それでは本題に入っていきましょう。今回の事件の発端となってしまったのが、こちらのツイッターでの投稿です。こちらの画像に対して、心ない厳しいコメントが、多く寄せられてしまいました。そして、こちらが投稿者様の、コミュニティの返信ですね。少し訳して、読み上げていきます。こういうことは、やめてください。皆さんが、シップを嫌いなのであれば、私の画像などを、チェックしないでください。私は絵のプロでもないですし、だからといって、それに腹を立て、私の絵を侮辱するのは、筋違いです。皆さんが、私が絵を描くことを止めたいのであれば、おめでとう、私はやめます。と、このようにコミュニティからのコメントで、引退を決められたそうです。シップについては、私はそこまで詳しくないのですが、ゲーム内に登場するキャラ同士で、空想のカップリングみたいなイメージでしょうか。今回の絵であれば、神里綾とかける八重美子ですね。日本でも、このカップリングについては、いろいろ揉め事が、あるのでしょうか。少し辛いですが、投稿者様への、否定的なコメントについても、触れていきます。ひどいことを言うつもりはないですが、私はビッグになる人間です。神様は、芸術とシップで私をテストしている。絵は本当に最悪でした。絵の二人は良くない顔を隠すために、紙で顔を隠している、I'm, Dan。時々、絵は全ての人のものではないと感じる。今回紹介した否定的なコメントの方は、おそらく絵自身というよりは、シップ、カップリングに問題を感じているようでしたね。このカップリングについては、海外でも多く問題になっているみたいでして、神里綾との登場から、特に綾とかける八重は問題みたいです。海外では、その二人を八重綾と呼ぶそうですね。かなり訳して、少し読み上げます。もし、八重かける綾とのカップリングをする人、それを擁護するなら、失礼なことだけど、関わらないでほしい。このように、コミュニティの中では、完全に二極化している感じですかね。こちらの画像、下の文章では、かなり普通の内容なのですが、綾と八重の画像が並んでいるだけで、上の方のように、冷たい言葉が飛ぶようです。少し投稿者様の続きの返信を見ていきましょう。もう絵を描く道具すら持てない。なぜなら、あなたたちのコメントを思い返すから。私は自分が絵が、そこまで上手くないのを知っている。でも、絵が上手になるよう、毎日努力しようとしている。でも、あなたたちのコメントが、私が全く上達していないように、感じさせる。この投稿に対して、彼女を応援する人たちも多くいました。あなた自身と、あなたの絵は、全く問題ないよ。私も絵を描くことに、すごい苦労している。文句だけしか言わない人たちのコメントなどは、聞かなくていいよ。その人たちは、きっと絵がまともに描けない人たちだからね。あなたの今後を応援しています。次の絵も楽しみにしています。応援してくれる方の、温かいコメントは、やはりすごい救われますよね。さて、いかがでしたでしょうか？今回の動画への感想、ご意見、カップリングについて思うことなど、良ければコメントで教えてくださいね。今回ご紹介したエシさんは、自分自身が絵のプロ、として活動していませんし、そんな中でも、自分の時間を犠牲にして、見返りも期待せず、創作活動をして、創作した絵をツイッターに投稿し、それで誰かを楽しませる、すごい素敵なことだと思います。もしこの方を応援したい、という視聴者様がいましたら、コメント欄のリンクから、チェックしてみてくださいね。それでは貴重なお時間、ご視聴ありがとうございました。